天子元年は江戸時代初期の人物。天子氏七代目当主。天子道久の長男。母は山内元通りの娘。性質は茨城宝器神の女。もう都家の移行により、元地は叔父である天子義久の養子となり山子氏を継いで、毛利輝元に仕えることとなった。輝元から返記を与えられて、元地と名乗る。 妻との間に子がなかったので、老いの信じ孫三郎を治む役を養子とした。慶長元年岩見銀山五番所の支配頭となった。この番所が岩見国長軍久助にあったので、村人は元地を久助の証言様と呼び、元地自身も久助証言と名乗るようになった。慶長五年、関ヶ原の戦い後、毛利氏が傍聴に州に作法されると、 岩見銀山が徳川氏の領地となったため、毛利氏と共に傍聴に州に移り、現那8年5月13日に長渡国で没した。去年51。法号は、霊岩樹薫大前城門、または霊岩寺殿樹薫大古寺。墓所は、山口県長門市、渋木の停神寺にある。天子元地の没年月日、没年齢、法号については、 山口県萩市在住であった田中助一の研究文書による。ありがとうございます。